いてざっくり説明すると、無人兵器襲来以降新たな秩序を作ろうとしていた企業連合アライアンスに対して、シャック王率いる武装勢力アーテックスが24時間もの襲撃を予告するところから始まるのだ。24時間に十数ミッションこなすことになるので超ブラックなのだ。武器はデュアルブレードのシュラを使うのだ。シュラについて簡単に説明すると、消費 EN 以外は他のブレードに負けるスペック、振りの遅さ、武器腕特有の防御の低さを兼ね備えた最強の武器なのだ。クロム君がこの武器をどうしたかったかわからないのだ。とはいえビジュアルはいいので使っていくのだ。最初のミッションはもちろん管理局強行偵察なのだ。予想以上に手薄な守備だけど、このまま偵察を続けて。メインシステム戦闘モードを起動します。このミッションはバーテックスに奪われた管理局を奪還するため、前段階として偵察するというものなのだ。偵察だけで13万6000コインをもらえる美味しい仕事なのだ。レシーを投入するなら偵察でなく制圧でもいいような気がするけど、まあ傭兵だから長いことは気にしないのだ。敵 AC はやる気らしいわ。迎撃しましょう。というわけで、みんな大好きアイムストライクサンダーです。敵は複数のエネルギー武器を装備、機体機の熱放送は危険です。高い報酬からして特に後輩の傾きに注意してください。アイアンズ AC が言うことを知っていたに違いないのだ。絶対に許さないのだ。ライウン先生は展開能力が低いので、譜面を取って一方的に殴るのだ。知らせずして、知らせずしてキルはレイブンの感染術、勝てばハローなのだ。軽量2脚にしたおかげで展開戦ではいけないのだ。敵頭部損傷と強い。敵の AT もいい感じに削れてきているのだ。敵のエフェクトはいつ見ても心臓に悪いのだ。ゲームだと飛行で AT が3分の1度吹っ飛ぶので、正面に立ってはいけないのだ。予期せず賞金も入ったし、上々の結果ね。作戦目標クリア。システム通常モードに移行します。レイブン、お疲れ様。敵 AC を撃破したことでアライアンスは管理局の奪還に成功したようなのだ。もともとの報酬に加えて、ライウン先生に当てられていた賞金ももらえたのでよかったのだ。受けるのだ。前回のミッションでアライアンスに騙されたような気がするので、報復のためアライアンス所属のレイブンを消すのだ。悪い気もするけど、レイブンなら戦場で死ぬ覚悟はできているはず。アライアンスの戦力を削いでおきたいバーテックスから報酬も出るので、一石二鳥なのだ。メインシステム戦闘モードを起動します。今回の AC 3大武器が報復型なので、乗船に強い四脚にしたのだ。あなたいい度胸ね。私たちに逆らおうか。敵 AC を敵は逃げるのだ。強なのだ。レイブンだ。敵は水上に対応するのだ。距離を離すと危険です。比較的走行が薄いので効果的武器が有効でしょう。敵脚部損傷、敵脚部破損。やるじゃない。脚部破損したフロートの機動力は本当に悲惨なのだ。まだ敵がいるようね。撃破して。ヘリの存在を忘れていたのだ。当たり判定の小さい四脚レタブレでヘリの相手は辛いのだ。唯一で思い出したけど、 AC
システム通常モードに移行します。お疲れ様レイ。帰還しましょう。クリアイテのミッションは二度とやりたくないのだ。今回はこれで終わりなのだ。ご視聴ありがとうございました。ここからはシュラ特有のバグ遺伝切りについて解説します。動画のように2回目のフリーモーションを自己直でキャンセルすると、先ほどモーションをキャンセルした位置でダメージ判定が発生するようになります。これが次元切りです。今回は壁際に発生させたので硬派のエフェクトがすごいことになってます。これだけだと分かりにくいので実践で使いましょう。位置が分かりやすいように中心のレイブンズアークのロゴ部分に設置します。これで設置完了です。あとは脚光を中心に誘導しブレードを振れば、敵脚部損傷、敵脚部破損、エティが2ヒットに一気に脚部破損しました。通常のブレードが最大3ヒットに対して電切りでは数十から数百ヒットします。ブレードそうですが、食べにくいため実戦では使い物になりません。マジなど